はい、こんにちは、男子道です。減量宣言シーズン5の第2章ということでね、お届けしていきたいと思います。前回のですね、第1章からね、約半月がね経ちましたけれどもね、今年の減量はですね、やはりね、増量そんなに年間通してしておりませんので、非常に今のとこね、楽ですね。経過といたしましてはね、だいたいですね、アベレージで 1.5 キロぐらいの減というところでございますね。順調といえば順調でね、ございますけれども、食事管理なんかもですね、今ね、ようやく2週間が経過しましてね、やはり脳がね、慣れてきたっていうところでね、もう空腹をね、こう楽しむことがね、できるようになってまいりました。やっぱりですね、最初のね、3日4日、ね、1週間ぐらいまではですね、この食欲とのね、我慢するね、戦いなんですけれども、2週間過ぎまして、今にね、至ってはですね、もうこう、常にですね、こう、空腹感が心地いい状況になってきたんで、もうこうなっちゃえばですね、もう減量モード完全入ってますんでね、半分もう成功したようなものでございますね。今回の減量もですね、昨年のシーズン4とね、同じスタイルでやっていこうとは思っているんですけれども、チート入れる予定は今回もありません。で、ね、今回ですね、4月の今月のね、20日に、男子道オフ会がね、ありますので、その際にはね、チートって言うんじゃないんですけれどもね、考えないでね、減量食じゃないものをガンガン、その日だけは食べようかなとは思っておりますけれどもね、そんなところでございます。あと皆さん方にね、おそらく聞かれるのがですね、炭水化物ね、毎日どのぐらい摂ってますかっていうようなね、こと聞かれると思うんですけれども、炭水化物はですね、白米をね、私、いろんな動画でね、言わせていただいてるんですけれども、白米を食べておりまして、1日ですね、朝と昼ですね、200g ですね、そんな感じで1日 400g を食べてますね。で、夜はね、炭水化物は抜いてますね。で、最近ですね、完全にこう、減量のスイッチ入ってきましたんで、ちょっと炭水化物をですね、180とかね、190とかその辺にちょっと徐々に今落としていっているところでございますかね。あとはタンパク質なんかもですね、体重の2倍、約2倍ぐらいですかね、その辺を摂取しているような感じでございますね。で、相変わらずプロテインパウダーはもう今飲んでいないです。他のサプリメント等も BCA をね、ちょっと空腹をね紛らわす形でですね、直飲みね、たまにしてるぐらいでですね、サプリメントも取っておりませんね。そんなところですかね。細かいですね、食事なんかはね、この後の第3章、第4章あたりでですね、お話ししていければなとは思っておりますけれども、そういったところでですね、現在、そんなに変わってはいないと思いますけれどもね、途中経過ということでね、現在の体ですね、興味のある方はですね、見ていただければと思います。それではお願いします。はい、以上になります。本日はですね、減量宣言シーズン5第2章ということでね、お届けいたしましたけれども、第3章にね、続いていきたいと思います。第3章になればですね、また若干ですね、さらに今減量スイッチがようやくね、入ってきたところなんで、もうちょっとね、体の方が変わってくるのかなとは予想はしておりますけれどもね、そういったところでまたですね、動画の方を出していきたいと思います。また私にね、ご質問等ございましたら何でも結構でございます。お気軽にコメントねいただければ一生懸命回答したいと思いますので、よろしくお願いいたします。最後まで見てくださったあなた、これも何かのご縁でございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。私に聞きたいことがあればガンガンコメントください。それでは次回の動画でお会いしましょう。